Good morning, YouTube。今日は西新井病院島崎先生によります、PCR の時の、じゃない、CAG の時か、の FFR はルーチンで行うべきか否かというお話ですね。お願いします。よろしくお願いします。今日はですね、診断造影の時にルーチンで FFR を行うべきかどうかというところにフォーカスした、ペーパーになっております。ルーチン造影の時に FFR 追加と暗記をグラフだけで比較してどうだったかというところで見たエンドポイントは、その経済効果と、名数になるんですけれども、経済効果も名数においても、ルーチンでの FFR 使用の有効性は示されなかったという結果でした。FFR 皆さん実臨床でも使ってらっしゃると思うんですが、もう昔になりますけれども、やっぱりフェイムというところがその走りで、フェイム1では、FFR と用いた群と暗示グラフを比べて、もう FFR 群で治療病変数が減って、ステント数を減少させる。造影剤ともちろん減りましたと。そして1年間の、その結果にもかかわらず治療発表にかかったので、1年間のイベント発生率は低いということが示されました。では実際 FFR を使うとどれぐらい治療変更が行われるかというのを報告したのが、リッコード1というもので、これは暗示をやって、FFR をやって、その暗示の時の治療方針と FFR を行った後の治療方針がどのように変わっているかっていうのを報告したものになるんですけれども、ここに具体例の数を見ていますが、200例の小さいスタジオではありますが、4分の1の症例で治療方針が変更されるということが示されました。FFR のメガスタディをまとめてみると、それぞれがやはりポジティブなもので、現在多く使われていると。ディファーから始まって、先ほどのフェイム1。で、フェイム2スタディでは FFR と OMT を比べて、ご存知だと思いますが、0.8以下では PCI の方がイベントを抑制したと。で、シンタックス2というもので、FF ガイドと PC、血行再建、PCI と、シンタックスは PCI 群と CABC 比較すると、やはり PCI 群は、FFR を比べた方が要は良好であったと。で、コストに関しては、このメガスタディであまり報告がなくて、フェーム2ではですね、初期には OMT 群の方がやはりコストは低かったんですけど、3年後に差がなくなるということ、経済的なメリットというのはあまり報告、今までされておりません。ただやはりもう実臨床で使われていて、そういったものの観察、コホートの報告が多くされていて、これ一番いいのが大きいぐらいなんですけど、スウェーデンからの報告で、2万3千件、2万件と3千件の FFR を比べても、実臨床でも FFR ガイドの方が、メイスを抑制していましたよと。全死亡と、虚血イベント、両方に関して抑制していたということが、分かっています。ただですね、この FFR っていうのは、じゃあルーチンで行われているかというと、実際そうではないと。先ほどの青年からの報告でも、年間徐々に増えてきているんですけれども、2016年の時点では3割程度ですし、これは本論文中からの引用ですけれども、イギリスの、2019年の PCI 症例のうち FFR でその評価されたのは10%のみであったというふうに報告されています。で、日本のちょっと古い報告ですけれども、2016年当時で、ガイドラインが保険とか変わる前だと思いますが、PCI 症例のうち4割弱しか、やはりまだ PCI、FFR は行われていないというのが現状だと思います。ただ、FFR ガイドの血行再建ですね、臨床転機、すみません、漢字間違えてますね、改善させることが多く研究で示されてますけど、先ほどお示ししたように現状の FFR 使用率は低いと。やはり、リューチン使用での費用対効果が問題の一つされているんじゃないかということで、そういったクリニカルクエスチョンがあって、今回の、研究が報告されました。サーキュレーションは今年8月に載っているんですけれども、報告自体は去年の ESC でなされていました。方法はオープンラベルの前向きの RCT です。で、対象患者は安定狭心症とノンステム症例、ノンステージエス症例です。ここは多分ちょっとディスカッションポイントになっていました。で、あと、アンギログラフィックで30%以上の狭窄を有することと、
血行再建の適応血管が1シー以上あること、で、血管径がなおかつ2.25ミリ以上であるということが、インクルージョンクライテリアになってました。で、まあ、もちろん、血管造影ガイドと AFR ガイドに、比べております。で、ほとんど AFR は0.80以下で陽性として、まあ、ボストンのコメット IR の推使用が推奨されていました。で、プライマリーエンドポイントは2つで、まあ、エコノミックな点と、これは12ヶ月視点です。あとは患者の QOL。これも12ヶ月視点で評価をしています。2016年のから2018年の約2年弱、英国、イギリスの17病院で行われました。で、まあ、最初は1800例がエンロールされたんですけれども、まあ、狭窄がないとか、まあ、一時判断で、プレッシャーは適さないと判断された人たちが除外されて、まあ、計1100例を、まあ、550例に、割り付けて行われております。患者背景ですけれども、平均年齢は64歳で、男性が75%。EF は比較的保たれていて、この ACS プレゼンテーションというですね、ノンステイ CS 症例が5割いたと。これは今までの研究よりも多い数です。で、MI の寄与が23%で、まあ、PCI 歴がある方がまあ25%と。これも若干多いのかなと思いますが、病変別で見てみると、このや BCIS ジオバディスコアっていう、血管の、だけで見ているものですけれども、これが2点って結構低いんですね。で、それを反映して、ゼロ死っていうのが、これインクルージョンあったのかとか、まあ、2.5ミリ、これが30%以上あったと書かれてたんですけど、ゼロから1VD の、まあ、一死病変というのが、まあ、7割だというのが、ここも少しこれまでの研究と違う点かなと思います。で、プロシージャーになりますけれども、守備時間と造影剤量放射線逼迫量は、これは AFR 群で優位に多いと。で、まあ、平均4死に AFR を行われてたようです。で、合併症に関して結構多くてですね、まあ、2%弱多くてて、本日最大のものがプレッシャーワイヤーによる冠動脈解離だと。まあ、これも皆さんの実臨床よりは多いんじゃないかなというのが印象です。で、FFR の値に関しては、コロナよりの狭窄度程度で見てますけれども、やはり狭窄度が小さい群と、狭窄の重症度、まあ、70%以上のところで、まあ、FFR との、まあ、不一致性が若干あったという値でした。で、これがですね、まあ、その後、患者背景の一つですけれども、まあ、このアンジオ、血管造影だけの群はですね、血管造影の後に、まあ、15%に機能的評価が追加されていると。で、治療方針決定しているというところで、まあ、これも少し影響を与えたと思われます。実際どんな治療が行われるかというと、メディカルがまあ30%ですね。で、PCI が6割、まあ、バイパスが10%ということで、予後を見ています。で、まあ、ただ、PCI にしてもですね、まあ、1死がやはり、1死に治療したのが、まあ、7割以上という、まあ、少し患者背景としては、まあ、フェイムと比べると、まあ、イージーなケースが多かったんじゃないかなと思われます。結果になります。まあ、結果は2つ。これがメインのプライマリーエンドポイントですけど、まあ、この、狭心症の症状だとか、する、ユーロなんとかスコア、バスコアに関しても、まあ、両群間で差はありませんでした。で、まあ、CCS グレード重さで見ても特に変わりがないということです。で、経済的な効果はですね、まあ、両方とも、まあ、ポンドですけれども、まあ、4000ポンド1年ぐらいで買っていますが、まあ、差は認められないと。経済的なメリットは、なさそうで、まあ、症状にも診断通りでるうちには差がないという結果が示されました。臨床転機においても見てますけれども、これも両群間で差がなくて、まあ、今まで多いとされていた、この FF は不安定な狭心症での、リバスカリゼーションというのも差がありませんでした。まあ、トータルのメイスは、両群間で差がないというですね。ちょっとこれも今までの報告と少し違う点であります。ではサブグループ。
で見てみると、まあ、ACS が多かったので、ACS と CCS 症例で見てみても、これは両群間で差がないと。ただ若干ですね、まあ、より重度な病変を持つ患者では、FIR 群で QOL の改善効果がありそうという、結果がついていました。経済的には特に関係がありませんでした。まあ、結果は以上になってですね、まあ、本論主要の主要な結果は、まあ、ルーチンの系統的な FF 戦略は、血管造影ガイド化の管理と比較して、コストは変わらず、1年後の QOL や狭心症症差と関連していなかったと。で、これまでの FFR に関する、まあ、文献というのはたくさん報告されております。で、そういったところで、まあ、臨床のルーチンの結果があるから大きな利益が得られると、まあ、示唆されているので、まあ、今も使ってると思うんですけれども、ただ、そのことで、まあ、コストが低くなるとか、そういうのを検証した無作為試験はなかったということで行われました。で、このリコード2のコンセプトですね、今までと違うところは、もうすでにそのフェイムとか PCI にトリアージされた患者ではなくて、まあ、診断沿いの段階で FFR の評価の潜在的な影響を、に、を調べていると、検討しているという論文であるということです。で、さっきこの今回の結果が PCI 戦略を示唆する際の FFR の、有益性を示すエビデンスを格下げするものではないというふうに書いてあるんですけど、ただ、診断造影のレベルで、ルーチンに無選別に FFR を適用することの抽象度は明らかに低いと。ただ、やっぱりその直感的にはやはりこれ本当なのというところはあるかもしれませんけれども、実際最近の報告でですね、重要性が読まれたフラワー MI でもですね、ステミの残滓に対して、サトンカブルプリンの再還流を血管造影と FL ガイド比較したものを正直両群間に予後の差は認められなかったという報告もありましたし、まあ、コロナリー FFRCT でですね、まあコロナに CT を見たものも、やはりその臨床的には差がなかったっていうのは最近報告されていて、やっぱり FFR という、まあ、機能的虚血評価をですね、まあ、ルーチンで行うということは、まあ、意味があるかどうかやっぱしっかり考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。まあ、リミテーションとしては、まあ、盲検化が行われてないということと、やっぱ ACS とステーブルエピは混在していたということ。やっぱ N が少なくて臨床イベントの検出力が不足していたということ。そうですね。血管造影後の検出が適化する患者の、まあ、2割程度が、まあ、治験の責任者によって評価に適さないと、まあ、除外されていたので、まあ、この検査法の実用化にかつ重要な、まあ、ここは限界点なんじゃないかなと書かれていました。結果になりますけれども、まあ、FFR のルーチンのですね、診断造影時の使用は、経済的にも差がなくて、まあ、臨床的なイベントも抑制しなかったという報告になります。ちょっと以上です。はい。ありがとうございました。今日は、ルーチンの FFR 仕様と、そのコストと、それから臨床転機のお話だったと思うんですけど、どういう患者さんのどういう病変に FFR をやったんですか？やったんでしたっけ？ですね。ACS が5割で、あ、じゃなくて、どういうその基準で選んでるんですか？これは。これもですね、診断造影ということなので、柔軟施設に入ってきた患者をほぼインクルージョンしてるというふうな判断なんで CAG すね。を、まあ、緊急に CAG しが予ろ、定待して機る。的にしろ、CAG を行った患者さんの、どういう病変に FFR をやる、やらないを決めてるんですか？90%だろうが、インターミディエットだろうが、全部やっているがという。やると。なんで、アンギオログラフィックで30%以上の狭窄があって、血行再建の適用血管が1指以上ある。血管径が2.25ミリ以上の病変に、すべて FFR をやっているということです。それどんな意味があるんですかね。例えば、その筋陰部の90%の狭窄に FFR やって、虚血陽性でしたねっていうことにどれだけの意味があると仮定されてるんですか、このスタディって。
れですか、そのルーチンで FFR をやるかやらないかっていうのを見ただけだと思うんですよね。そこはその、まあ、ディスカッションポイントでもあると思って、やっぱり合併症が、その先生が言うように、冠動脈解離が1%弱起きてるっていうのは、あ、い本当や、に重度合な併症変でに。はなくてですね、その元々の例えばフェイムとかっていうのって、インターミディエットの狭窄に対する FFR ガイドか、そうじゃないかっていう話じゃなかったでしたっけ？フェイムの今日、そこわかんない。ちょっと、そこら辺まで見てないですけど、確かそうです。50%とか70%、そのインターメディエットだったと思います。ただこれ、なんで30%っていうのにしたかは、ちょっと、そういった意味付けに関しては書いてなかったですね。ああ、っていうか逆にその上限を決めないとですね、高度狭窄に対する FFR ガイド PCI って、アンジオグラフィーガイドの PCI と差が出ると思います？出ないと思います。だから、まあ、そういうのも含まれてそたんれじゃをない含かっんでていくう、る。なので、必そ要もそないももののにコやっンたんセじゃないプトかっ自体ていがよくう。わからないかなっていうふうに思うんですけどね。なので、まあ、そこが非常に難しくて、だからここからですね、何をこう、まあ、テイクホームメッセージじゃないですけれども、まあ、示せるのかっていうのは、ちょっと自分でも、この論文から何が言えるのかなっていうですね。あと、これは、その CCS、クロノニックコロナリシンドロームと、それからノンステ MI が入ってるんですか？ ACS ノンです。ステ ACSS、どっちですか？ノンステ ACS です。ノンステミじゃないんですね。じゃあ、MI になった患者さんは除外されている？いや、一応トロポニア陽性で、ね、まあ、今の基準で言うとノンステもいいノンステ ACS だからアンステーブルと、それから MI も含んでるノンステ ACS ってことか。はい。で、しかもそれは結構な割合入っていて、かつクロニックと ACS だと全然差がなかったということだと思うんですけど、ノンステミだったら、だからそのカルプリットを FFR で特定するということ、それで FFR 出なかったらそこにやらないという意味ですかね。ということだと思います。0.80以下にはやってないと思いますので。ただこれ、FFR の一番の利点って、やっぱりデファーできるところだと思うんですけど、直後のそのコストっていうのも全然差がなかったんですか？あと、ステン差トが置いたなくない数とか、ステント置いた率って差がないんですかね？です。ステントの置いたのが書いてなくてですね、それはなんか PFC の時にもそういうのがポイントなんじゃないかみたいなのがあったみたいなんですけど、プリメイトにもちょっと載ってなくて、逆にそれだったらどうやってコストを比べるつもりだったんだっていう感じがしますけどね。基本的には、その、PCI の比率がほとんど変わってないので、PCI のまあ、そ比うい率っが変た意わっ味てで、ない、つまりデファーの比率は変わってないってことですか？そうですね。まあ、ピーチはついてないですね。60%と56%で。ディファーは、まあ、3割。どちらも。ただ、アンジオグラフィーが20、まあ、30%で、FFR ガイドが32%。ああ、そうなんだ。じゃあ、ステント置いた率もそのぐらいしか変わんないってことですね。なるほど。これって、もう、FFR ガイド PCI の時代になってしばらく経つので、そのアンジオグラフィーのガイドの PCI の術者もですね、結構目が慣れて、たんじゃないかっていう感じがするんですけど、そこはどうですかね。これって多分 FFR 陽性に出そうだなとか、出なそうだなっていうのは意識とか知識がこう向上してるんじゃないかと思うんですけど、その辺についてはどうですか。おっしゃる通りで、まあ大体これ出ないよねって言って FFR やるケースもあると思うんですよね。ですからまあ確かにその、こういったところでの不一致性はあるとは思うんですけど、まあ、ほぼほぼ8割9割は、やっぱり、まあ、実感としては当たるんじゃないかなとは思ってなるほど。ます。まあこれも重症度でまあ15%ぐらいの不一致があったってことなので、ここれのは今までと変わらないかなと。リップコード2の試験と、これまでのその FFR ガイド PCI がアンジオグラフィーガイド PCI と比較した、これまでの試験との一番大きな違いっていうのは何ですか？そのデザインと。まあ、
今までのこのディスカッションでちょっと長すぎたんで全部割愛したんですけど、まあ、書かれていたのは、基本的には、今まではその PCI をやるかやらないかのために、まあ、FFR をやって、それで治療戦略を決めてやっていくと。もし、まあ、PCI とか血行再建やるという前提で FM とかやっていたと。ただ、これは診断造影の時に、まあ、ルーチンで組み込んだらどうなるかっていう、ちょっと伝わりにくいと思うんですけど、そこのが違うということこれを、CAG まで行ったインディケーションってのは何ですかね？CAG まで行ったらいいんでしょ、安定狭心症と、要するにノンステイ CS ノンステイ CS は、だから、虚血評価とか心電図とか、症状とかっていうこと？まあ、その ACS で来たか、まあ、そう、狭心症症状があったっていうことだと思います。ただ、その、狭心症症に関しても、なんか詳しくその、インクルージョンの時に見られてなかったっていうのも、一応リミテーションには書かれてました。まあ、トロポニンが上がってるケースであればいいと思うんですけど、その CCS だとか、ノンステイ CS、まあ、アンステーブルアンジャイナって、こう、まあ、症状だけっていうことですよね。それで CAG まで行くものなのかなっていう感じがするんだけど、安定狭心症ってまず外来でのその虚血評価とかバイアビリティ評価とかからするもんじゃないかなと思うんですけど、その辺については言及ありました？はなかったですね。受け手は全で、まあ、くしないんだ。そうですね、ディスカッションで、いきなり、その、いわゆる先生がおっしゃった、ブルネラビリティみたいな、その、動脈硬化の状態と、まあ、その、狭窄は違うんじゃないか、みたいな、ところの言葉が入ってきていて、なんか、そこの、なんか、一貫、なんか、どういうことを言いたいのかが、ちょっと難しかったです。難しいんだ。なんかね、その、このスタディの、なんていうか、まあ、その、やる、こう、モチベーションが、ちょっといまいちはっきりしないなって思うのと、まあ、もちろん、その、過程やって、で、まあ、なんていうかな、すべての病変、PCI やれるようなすべての病変に FFR を、まあ、見ましょうっていうことは妥当かどうかっていう話だったわけですよね。そうですね。そういうのは、コスト的とか、的にも妥当かっていうのを。そもそもコストの前にそれあんまり意味ないだろうってみんな思ってるんじゃないかなって思うんですけどね。さすがにその、まあ、アンジオグラフィーで明らかなものであってそこに PCR をすべきかどうかは FFR で決めるものじゃないというか、まあそれはね、虚血が本当に、まあなんていうかな、まああるかどうかって別に FFR じゃなくてもいいわけだし、まあ、勤務の高度狭窄であれば FFR は何もやらなくてもいいわけなので、そもそもそれにも含めた病変にこうルーチンで全部やるっていうこと自体が、やる前からなんかあんまり妥当性が乏しい気がしちゃうんですけどね。まさにそこだと思うんです。やる前から、ルーチンでやるなよっていうことが結論なんで。じゃあ、逆に言うとどういうのにやるべきってことなんですか？それこまでは言及できないです。そういうのは選別するべきだということは、言葉では書かれてるんですけど、じゃあ逆にどういう人にやればいいのっていうのは、言われてなくて、まあそれ言われるかなと思って考えてたんですけど、この論文からじゃあどういう人にやった方がいいのかっていうのは、ちょっと答えが出ないですね。フェイムシリーズからは何が言えるんですかね？まあ、フェイムは基本的に多死なんですね。多死が多い。で、まあ、そういうのもあると思います。で、あとはその、まあ、ACS は、先生おっしゃるように、その、機能的な狭窄度だけで見ていいのかというところもありますし、ACS にこの FFR をやるっていうのは、まだやっぱり結論出てないところだと思います。やはり ACS は、まあ、残滓ノンカルプリットをやるのはいいと思うんですけど、この ACS 疑う病変にやって治療方針決めるっていうのはどうなのかなと、
それだったらイメージング使った方がいいんじゃないかなと、個人的には思ってますし、ただの、その、ST エレベーションがないと部位診断はできないわけです。しにくいわけですよね。そうですね。なたのだ、で、まあ、今回のノンステエレベーションも入ってるってことなんだとは思うんですけど、なんかむしろ CCS じゃなくてノンステ ACS に対する FFR の有用性ってことを限定にしたものであれば、なんとなく興味があるか、興味を持てるかなと思うんですけど、そういうのって今までに報告ないんですか？いや、そこはもう確立されてないということそうだよね。ACS に対すです。る FFR の使用って確立されてないですよね。だからなんかそのいろいろその飛び越えてるっていうか、そういうのも含んじゃってるし、かつなんか別に、我々ですら、こう、ルーチンでやってないような、FFR の使用の妥当性を評価するっていうコンセプト自体がちょっとこう、飛躍しすぎちゃってんじゃないかなっていう感じがしますけどね。まあ、いずれにしろ今回、まあ、そういうルーチンでの使用。だから、まあ、AP というか、狭心症が疑われたり、ノンステ ACS が疑われたりする患者さんに対して、まあ、何でもかんでも FFR 飛行っていうのは、まあ、あんまりメリットないよ、ないですよ。で、レファー率も全然変わんなかったっていうことですよね。はい。白谷先生、何かあります？ありがとうございまお願いす。しおま邪す。魔です。これ結局、暗行群でも FFR 引くんですか？いや、引いてないです。じゃあもう暗行は暗行ガイドだけで血行再建するかどうか決めるっていう。そうですね。15%ぐらいその後に、その新知だとか、そういうので評価してるということなんですけど、FFR は引いてないです。この後に評価するのかわかんねえ。なるほど、わかりました。あと、これエンドポイント、まあ、今回コストを見たってことですけど、臨床点滴については、その QOL 以外のスコアって出てるんですか？普通にメースとか。メスに出てて、あ、ごめんなさい、これメースですね。変わりなしと。あ、なるほど、わかりました。これちなみに青がどっち？赤がどっち？青が暗形で赤が FFR なるほど。なるほど。むしろ多いんだ。フェーブの時と比べて合併症が少なくなってるとか、そういうのってあったりするんですか？フェームより多分合併症多いんじゃないかな合併症っていうのは、そのそうなんだ。FFR 主義中のって意味？主義中の。むしろ増えてる。今回は、ボストフンェームのの、時ダイセクション混んでなかったはずなんで。コメットの推奨がし、レコメンドされた、使用が推奨されたわけですけど、残念な感じになりましたかね。わかりました。なんか、そうですね。ありがとうございます。白谷先生のそのルーチンでの、ルーチンというか、日々の臨床での FFR の立ち位置ってどんなんですか？そうですね。まあ、75以上の臨床の立ち位置。つまり、怪しげなも病変を PCR しないために、こう、レファーするためにやるのか、それとも本当に純粋に、ルーチンに近いような感じで、インターミディエートにはもう全部突っ込んでるか。何かそやっれぱっり、てあります？そうですね。どっちかっていうと、まあ、難しいですね。両方ありますね。ハイリスクの症例にやりたくないから FFR 引くこともあるし、逆に、そうですね。でも確かにやりたいから FFR するっていうのは、そんなにないそうだよかね。もしれないですね。今考えてくると。そうですなんかね。そんな気がしてきました。だからその FFR って別にその絶対やらなくちゃいけないっていうエビデンスもないし、FFR ガイドの PCI がそうじゃない暗示ガイドに比べていいっていうデータもあれば変わらないっていうデータもあるので、まあ絶対的ではないですよね。そうですね。なので確かに確そかに。のどっちかというとやりたくないからその否定しておくっていうのに、まあちょっと偏りがちかなっていう感じはしますかね。なんかそんな気がしますね。症状が結構やっぱり主観的なんで、まあ症状あるからやろうと思えばいつでもできるって思うと、FFR がむしろブレーキになってることが多い気がしますね。なるほど。むしろ、白谷先生はその FFR は、積極的に使いたい。それとも、なんかあんまり別に、特に、なんともそこには重きを置いてない。どっちですか？どっちかっていうと。いや、別にやんなくていいならやりたくないですね。やんなくていいならやりたくない。つまり、その、外来でできる検査で虚血評価すればいいんじゃないかっていう考えですかね。
もうそうですし、まあ、やっぱり新種的な主義なんで、なあ、確かに。まあ、はい、やんなくて済ん FFRCT がだら。使えるんだったら？あ、それでいいと思います。なるほどね。はい。はい。わかりました。ということで今日はですね、まあちょっと難しいデザインではあったものの、まあちゃんとサーキュレーションに載っている、まあ多施設のスタディでランダム RCT なわけなので、まあ症状があるような患者さんで、ノンステイ CS も含んだようなポピュレーションに、CAG をして、で、その後 FFR をガイドで PCI をするのか、その見た目でアンジオグラフィーオンリーで、PCI をするのかという2群を比べたところ、アウトカムも、それからコストについても、デファー率に関してもほとんど差がなかったということですので、まあ、ここから考えられることとしてはですね、まあ、症状があって CAG やった患者さんで、まあ、なんとなく狭いところがあって、まあ、何でもかんでも FFR を引く、っていうのはあんまりメリットがないようですが、じゃあ、どういう病変にどういう対応するかっていうのは、まあ、まだ依然として個別のドクターが判断しなくちゃいけないというようなところのままということですかね。はい。ありがとうございました。ということで、今日もこれのように気をつけていってらっしゃい。